8月10日に SNS で一般男性との入籍を報告。タレントの朝比奈博が4日、都内で行われた、明治が切り開く、ヨーグルト新時代記者発表会に登壇した。8月10日に、自身の SNS で、一般男性との入籍を報告した朝比は、千原ジュニアと共に、ゲストとして、発表会に登場。今回が結婚後初の公の場で、専門家解説のもと、ヨーグルト EPS による、免疫力向上、栄養素吸収促進について学んだ。免疫力向上にちなんで、あげたい力は?をテーマに、トークが展開されると、朝比は、エピソード力を上げたいと回答。飲食店に行っても毎回、同じものを頼んでしまう。冒険しないからこそ平凡な日常になってしまうので、冒険して、エピソード力を上げたいですね、と、バラエティの女王らしく語った。また、発表会で、千原ジュニアが、腸内バリアをお腹のマスクと表現したことを受け、マスクで隠したいことは?という質問には、最近気になっているのが、膝の上のお肉と告白。お肉が下がってきた気がして、ちょっと隠したい。実際、今日は隠してきましたと、恥ずかしそうに笑った。エンカウント編集部。